小石晃子の3年間の活動の軌跡、大きな声で主張する姿が印象的。周囲からの注意を受ける場面も多かった。ゆっくりと歩を進める。さらに厳しい叱責を受けていた。プラカードを掲げるが引きずり下ろされることも。大石晃子の活動軌跡に対してネット上の反応は、国会議員の年収は基本給と手当で2000万円、その他の収入を含めると6000万円以上だというのに、実際に仕事をしているのか疑問が残る。牛歩や壇上での叫び声だけではコストパフォーマンスが悪すぎる。警察に運ばれる事例もあったらしい。座り込みや連行されることはお決まりのパターンだよね。まさに的確な指摘だ。これは大石だけでなく令和新選組全体に当てはまる。自分でもできそうだと思う人が多いだろうな。関西生コントの関わりがあったり、反社活動家との関係が気になる。自分の不記載についてはミスと言い訳しつつ、他人の不記載は裏金と批判するのが面白い。大石晃子のコレクションを暴露するつもり。彼女の3年間の仕事は声を張り上げたり叱られたり、牛歩で進むことが中心のようだ。他に何をやったのか。令和には政策を一つでも実現した実績があるのか疑問だ。闇献金の噂も気になる。彼女が座り込んだり連行されたりするのも恒例の行動パターンだよね。会計責任者がこんな行動をしてしまったら、それは完全に犯罪だ。彼女は裏金作りを実績としているらしい。裏金を作ったり南北朝鮮と密接な関係を持つことで日本の国益を損ねているとの噂も。彼女には大越晃子と名付けようかな。自分が裏金を作っていたのに自民党の不記載を激しく批判する姿が滑稽だ。議員としての資格がないから活動家としての行動もままならなかったのだ。国会に活動家を送り込みたい人は彼女に投票すればよいのでは。大石晃子は笑いのセンスがなく才能がないと感じる。令和は秋の隊員を候補者に立てたらどうだろう。国会で質疑応答中に銃弾をばらまいて A 氏に取り押さえられるシーンを見たい。警備員に担がれて退場する姿が目に浮かぶ。裏金については常に忘れずにいるべきだ。ゆっくり歩くのは実際には遅刻しているだけだよな。裏金議員と名乗っていたが自分もその一員だったのが笑える。結局はブーメランになってしまうな。不記載の件も。会計責任者として1300万円の人件費のうち830万円を記載し忘れたとか笑うしかない。裏金隠しが露見するのも時間の問題だろう。沖縄で座り込み排除される姿が容易に想像できる。質問時間の大半を令和の主張に使い